そんな汚らしい老人を入れるな。この豪華な結婚式にふさわしくないだろう。早くその老人を追い出してくれ。お前が連れてきたのか？だったら責任持って早く追い出すんだ。永遠の愛というものを誓うはずの結婚式というセレモニー。そんな結婚式にもステータスという差別は存在しているようでした。それはとても寂しいことで、本来ならそのようなことはありえないことと思います。しかし現実はとかく、結婚式というものは見栄を張る場所になってしまっているのではないでしょうか。ステータスを重視し、相手に対しても家柄などにこだわる人も後を絶たない状態と言えるでしょう。俺自身もそういった見栄の張り合いに巻き込まれて、人間社会の寂しさを見てしまった気持ちになりました。ステータスにしがみつく人間によって、信じられないような悲しい出来事を体験しました。しかし、その結婚式で出会った老婆に、社会で生きていく上で本当に大切なことを教えてもらいました。俺の名前は泉田仁です。独身のサラリーマンで、今年で37歳になりました。都内の IT 企業で働いており、第二希望で入った会社ではありましたが、充実した生活を送れていました。俺は子供の時から周囲の人間とは距離を置いて接していました。人間関係も仕事においても淡白な関わり方をしていたのです。両親や幼馴染は別ですが、基本的には相手のプライベートに踏み込むことはありませんでした。職場でも一線を引いた人付き合いをしていましたが、特別避けている人というのもいませんでした。しかし、そんな俺でも対処に困る上司がいたのでした。それは専務の柳さんでした。柳さんはいつもなぜか俺に対して嫌味を言ったり絡んできたりしていました。どういうわけか俺を嫌っているようでしたが、俺には思い当たる節がなく困惑していました。同僚の言うことには俺のステータスが気に食わないようでした。というのは、柳さんは叩き上げで苦労して専務になった人でした。学歴や資格面から言えば、社内でもステータスは高いとは言えませんでした。一方、俺は有名国立大を卒業しており、資格も多数保有していました。そこに嫉妬しているのではと同僚は言いました。しかし、俺はこれまで学歴や資格について
自慢をしたこともなかったですし、周囲の社員の中にも学歴が高く資格を持った者も少なくありませんでした。学歴のステータスがあるのは俺だけではないのですが、柳さんは誰かターゲットを決めたいのだと感じました。柳さんの学歴のステータスの低さを、俺に当たっても仕方がないのに、本当に理不尽に感じました。そんなある日、柳さんに声をかけられました。泉だ。来週の日曜日は予定を空けておくんだぞ。俺は背後に立っていた柳さんを振り返りました。俺の娘が結婚するからな。頭数がいるんだよ。それに、祝儀はそれなりの金額で用意しておくんだぞ。服装にもきちんと気を使って来いよ。お前みたいな貧乏人を呼んでやるんだから、しっかりありがたく思えよ。俺は柳さんの娘とは一切面識はありませんでした。行きたくはありませんでしたが、上司から言われ、断れませんでした。柳さんは普段から俺を貧乏人の底辺と呼んでいました。確かに俺の家は貧乏でした。幼い頃に父親は他界してしまい、母子家庭で育ちました。俺は学生時代からバイトを掛け持ちして、なんとか普通の生活を送ることはできました。大学は費用面でも私立を選べず、必死で国立に入りました。ただ、俺は、そうした自分の環境を不幸には思っていませんでした。ましてや、底辺などと感じたことはありませんでした。貧乏な家庭でありながら、人並みに生活できてきたことを、むしろ誇りにさえ思っていたのです。しかし、上司だから仕方なく、結婚式に出席することにしました。数日後、柳さんは娘婿のことを自慢げに話していました。相手は一流財閥の御曹司で、一人息子だということでした。御曹司の名前は藤山俊彦さんと言いました。御曹司でありながら、気さくで優しい性格だということでした。金銭にも恵まれ、性格も良い、完璧な結婚相手のようでした。それから、すぐに結婚式当日となりました。
都内の一流ホテルで、結婚式は行われることになっていました。正直、俺は行きたくありませんでしたが、結婚式に向かう途中、老婆に出会いました。その老婆は紙切れを持っており、その紙を見ながら周囲を見渡していました。何やら道に迷ってしまったのかと思いつつ、俺は素通りをしました。しかし、はたと自分の祖母を思い出してしまい、足を止めました。俺は田舎の祖母が大好きでした。祖母は俺をとても可愛がってくれました。俺の話を一生懸命聞いてくれて、楽しかったことを覚えていました。そして、その道に迷っている老婆が、祖母に似ているように感じてしまったのでした。そこで、俺は、老婆に声をかけました。道に迷ったのですか？すると、老婆は俺を見て、うなずきました。どこに行きたいのですか？俺は再び、老婆に尋ねました。すると、驚いたことに、俺と老婆は同じホテルに向かうようでした。老婆は結婚式の招待状を持っていました。人混みはいつになっても慣れないね。老婆は困ったように俺に言いました。ぜひにと結婚式に出席するように言われたものの、人混みに揉まれてしまった様子でした。老婆のお名前は、乙葉さんと言いました。乙葉さんは、普段からどこへでも、一人で出かけていくようでした。行く先が一緒ですよ。一緒に行きましょう。俺は、乙葉さんの歩調に合わせて、ゆっくりと歩き始めました。結局、俺と乙葉さんは、結婚式に間に合って、ロビーで受付を済ませることができました。式場である一流ホテルは、豪華絢爛で、華やかな雰囲気でした。俺は、乙葉さんを席に案内しようと、客席に行くと、柳さんが近づいてきました。泉だ、貧乏臭くてすぐに来たことがわかったぞ。と、早速俺に嫌味を言いました。そして、俺の隣にいる乙葉さんを見た瞬間、なんだこの小汚い老人は、この豪華な結婚式が台無しだろう。と、
大声で、俺に怒鳴りました。この方は、招待客ですよ。と、言おうとしましたが、柳さんは、俺の言葉に、耳を貸しませんでした。そして、俺を、会場の隅まで連れて行きました。お前が連れてきたから、あのこの場に不釣り合いの老婆を責任持って連れて帰れ。そう言って、俺ごと結婚式から追い出そうとしたのでした。俺は改めて、柳さんの人格を疑いました。かなり高齢の老人というだけで、ここまで差別的な態度を取れることに、驚いてしまいました。すると、乙葉さんが、俺たちについてきていて、話を聞いてしまったようでした。乙葉さんは少し微笑むと帰ろうとしていました。話がわかる老婆だな。貧乏くさい二人でとっとと帰れよ。柳さんはそんなことをつぶやきながら、ニヤニヤとしていました。俺は、つい怒りがこみ上げてしまい、どういうつもりなんだ。自分が、そういう言われ方したら、どう思うんですか。と、思わず柳さんに、怒鳴ってしまいました。なんだと？柳さんが叫ぶと、周囲の人が、俺たちを見ました。しかし、もう俺の怒りは、収まりませんでした。すると、白いタキシードの男性が、俺たちに駆け寄ってきました。乙葉おばあちゃん。その姿を見て、乙葉さんは、微笑んでいました。お前の結婚式に来たんじゃが、この男性に、追い出されそうじゃ。白いタキシードに身を包んだ新郎、つまり御曹司は、それを聞いて、柳さんを睨みつけました。乙葉さんを招待したのは、何を隠そう。御曹司の藤山俊彦さんでした。そして、乙葉さんは、藤山さんの命の恩人とも言える大切な人だとわかりました。藤山さんは、幼い頃、川で溺れそうになり、そこに通りかかった乙葉さんが、すぐに川に飛び込んで、藤山さんを助けたそうでした。藤山さんは、その時、乙葉さんが助けてくれなければ、確実に命を落としていただろうと、
感じていました。そのため、乙葉さんに深く感謝していたようでした。そして、幼い頃から藤山さんは、実のおばあちゃんのように、乙葉さんに懐いてきたと言いました。乙葉さんは、今回藤山さんから、結婚式の招待状をもらったものの、腰痛が悪化しており、出席できないかもしれないと、伝えてあったそうでした。しかし、乙葉さんが出席してくれたのを見て、藤山さんは心から嬉しく思ったそうでした。そんな大切な乙葉さんを柳さんに馬鹿にされたと知った藤山さんの怒りは想像を絶するもののようでした。乙葉さんは藤山さんと一緒に歩き出しました。すると、藤山さんの会社の重役たちも、乙葉さんを見て、一気に整列したのでした。重役たちは、藤山さんにとって、乙葉さんがどれだけ大切な存在か、理解していたためか、次々と、乙葉さんに挨拶をしていました。その様子を、柳さんは、あっけに取られて、眺めているようでした。俺は、とんでもないことを。柳さんは、不安そうにつぶやいていました。それから数週間後、俺は会社で快適に仕事ができるようになっていました。実は、あの嫌みったらしく、俺を目の敵にしていた柳さんが、左遷になったのでした。そして、俺の部署からいなくなったため、俺は嫌な上司が消えて、のびのびと仕事に打ち込めるようになりました。結婚は、その後、結局、破談になったと聞きました。元から藤山さんは、政略結婚である柳さんの娘との結婚をよく思っていなかったそうでした。玉の腰を狙った娘の性格にもかなり問題を感じて、藤山さんは結局結婚をしなかったようでした。俺の会社と藤山さんの会社の仕事の関係で持ち上がった結婚だという噂も流れていました。しかし、乙葉さんを思い切り馬鹿にされた藤山さんの怒りは凄まじく、仕事という関係があったとしても、結婚は成立しないまでになってしまったようでした。今回、一流企業である藤山さんの会社が、俺の会社との仕事を打ち切るとまで伝えてきたようで、俺の会社の社長は、柳さんの左遷を申し出て、なんとか
仕事をつなぎ止めたようでした。人をステータスや見た目のみで判断し、見下すような人は、結局判断を見誤るのでしょう。ステータスというものは、時に人の本性を覆い隠してしまい、真実を見えづらくさせることがあるということです。そして、自分が嫌なことは他人にもしないことです。こうした道理に沿って生きることが大切なことではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。